来るときちょうど箱根駅でやってたからさ、うん、もう数ある大学のやつら全員に足引っ掛けてやった俺。待ってる。待ってます。明けまして、明けました、泉朝日でございます。新年一発目の撮影でございます。皆さんいかがお過ごしでしょうか。さあ昆布、新年明けましたね。明けましたね。寒い寒い。やっぱ年始、お正月といえば縁起物、験担ぎ、これが大事だなと思いまして、本日はですね、年始恒例初のお正月パフォーマンス。傘の上にさ、なんか束みたいの乗せてコロコロ転がしてみたいな、うん、いつもより多めに回しておりますみたいなやつあるじゃない、うん、まああれみたいなことです。でもちろん私の縁起の担ぎ方といえば自転車でございますので、本日は自転車にてお正月パフォーマンスをしたいと思います。それでは本日の第一景品の方紹介していいですか。どうぞ。こちら本日の第一景品です。ドワーババンと、こちらでですね、バーライドとジャックナイフという技に挑戦したと思います。やったことないんですけど、多分できるだろうなと思いまして。で、バーライド、こちら自転車のハンドルに乗るような BMX とかのトリックなんですけれども、こちらですね、落ちないというところで弦を担がせていただきたい。落ちない一年。そしてジャックナイフ、 BMX とかのトリックなんですけれども、ブレーキ踏んで後輪上げる、上がる一年と、こちらで弦を担がせていただきます。一発勝負、一発本番のお正月パフォーマンスでございますので、ぜひ皆さんもこちらの動画を見て素晴らしい一年にしていただけたらなというふうに思います。それではやっていきましょう。はい、うわぁ、やっぱお正月なんでめでたくいきましょうか。いきましょう。バーライドからいきますか。バーライドからいきますか、うん、落ちない一年、皆様への祈りを込めまして、いつもより多めに乗させていただき、乗らさせていただきます。ぜひご覧ください。バーライドってどうやってやるんだろう。わかんないね、やり方。え、やり方わかんないの。フォルムはわかるよ、うん、この上に立って、うん、フォルムがなんだかとてもウサギっぽいっていうことだけで選んでるから、うん、ウサギ年なんでピョンと乗ります、うん、で、こうですね、この上で、これこれが縁起物です。よし、新年一発目から怪我しないでくださいよ。大丈夫。9年中はね、うん、怪我してる風なね、いっぱいあったでしょ、うん、結局生きてるじゃないの。今年は何やるか分かんないから。縁起でもない、マジで、うん、こんな正月の一発目から怪我しないでくださいねって、縁起でもない、マジで、うん、ほんとやめよ、めでたいことしか言わないで。いいよ。今本番じゃないの。何が本番じゃないの。え、じゃないじゃない。え、本番だけやっていいって言って、言ったつもりなんだけど。よかったらやって。全然。ちゃんとやるわ。ちゃんとやるわ。ちょっとこれすごいわ、アプローチの仕方がわからん、全く。まあそれはそうだよね。やったことないもん、技だから。確かに、ちょっと験担ぎ後、うさぎ年なんでやっぱピョンっていけるはずです、うん、俺だったら。え、もう信じよう、いけるって。信じよう、うん、信じる一年にし、明けまして、明けました、以上、バーライドでした。お次、ジャックナイフでございます。ジャックナイフに関しては今みたいな失敗はないと思う、うん、というのもブレーキ握ればほんと浮いちゃうだけだから、うん、じゃあ行きましょうか。お願いします。ね、もう新年一発目から見てください、彼がもう倒れてますよ。早速もう倒れてるね。もうエト入れてあげた方がいいよ、自転車の足、うん、いつかちゃんとしたメンテナンスに出したけどもいいですね、彼は。そうですね、牛のこれがね、うん、こういうような状態、うん、でやっぱ上がってる角度がでかければでかいほど、うん、これは縁起いいですから、うん、もう多分普通のジャックナイフって止まってこれぐらいだと思うのよ、うん、まあ30度ぐらいだと思うの。俺今日ここ行くわ、これ。そんないけるもんなの、うん、これで一回止まる、うん、俺前に倒れないでね。ああ、倒れるわけない。これ倒れたら頭からいくからね。よし、
めっちゃなんか服ついてるけど、ん、服にめっちゃ、もう新年これさやめよ、うん、今年はそういうのやめよ。何をやめんの。ちょっと一回一緒に挟んで、うん、おおおお、なるほどなるほど、上がったら下がらない、そんな一年を願いまして、ただいまよりお正月パフォーマンスジャックナイフをやらさせていただきます。皆さん明けまして、明けました。いいよ、おめでとうございます。おめでとうございます。痛すぎる。誰か、うん、今俺のこと後ろから刃物で刺さなかった？今刺してない。この辺腰あたり刃物で刺されたんだけど、うん、これが、上がったら下がらない、うん、私新年一発目のお正月パフォーマンスでございます、うん、さあ、どうでしたでしょうか。お正月のね、縁起物ですから、いつもよりね、多めに乗らせていただきましたし、いつもより多めに上げさせていただきました。私のですね、今年の目標というか、今年のスローガン、こちら、圧倒的な1年にさせていただきたい。この3文字、圧倒的。意味わかんねえぜっていう人はね、それぞれで汲み取ってください。昆布はちなみに今年1年、新年の抱負というか、うん、聞かせていただければ、まあ、目標でもいいですし。そうですね、俺の新年の目標は、まあ、圧倒的な4。ちょっと待って、こんなことある？何が？目標かぶってることある？4って何？4って何？まあ、それ俺だけにしか分かんないから 4？ うん、じゃあ年末明かされるってこと？4、まあそうだね、圧倒的な4だったかじゃないかっていうのは分かると思う。俺の目標になっちゃってるか、まあ、まずは怪我なくね、無事に行きたいですね、うん、でまあチャンネル登録とかもね、増やして、でもっと大掛かりなねパフォーマンスができるような年にしたいですね。確かに、うん、じゃあ泉谷さんのワクワクパンツチャンネルは、圧倒的な4、そして圧倒的なスタント、圧倒的ななんかすごいやつになるようなのを目指してですね、今年も頑張っていきますので、ぜひ、今年1年も長らくの応援よろしくお願いいたします。新年一発目これでいいですね。大丈夫です。よし、それでは昆布もカットくださいね。これはカットしましょう。それでは皆さん、また次の動画でお会いいたしましょう。今年もよろしくお願いいたします。バイバイ。はい、けいえいってぇ、痛ぇし、チャリンコがまたやばいな、うん、これさぁやめようよ、自転車乱暴に使うの。